通テスト利用出願の際、注意点3つ。1つ目、受かったら行く大学なのかどうかということ。そもそも受かっても行かない大学なんだったら出してもしょうがない。もちろん、滑り止めの滑り止めみたいな感じで出すんだったら100歩譲っていいけど、でも1校だけにしよう。2つ目、同ランク帯が被らないこと。例えば、今7割ぐらいが取れている。目標点 75% の場合、出願校の目安としては、65%、67.5%、70%、72.5%、75%、だいたいボーダーを 2.5% 程度で区切り、それぞれ最大1校、これが出願の基準だ。ボーダーが 70% のところを2校出願するのように、同じボーダーで出願しても意味がない。3つ目、有利な科目選択をすること。ボーダーだけ、あるいは科目数だけを見てると、思いのほかボーダーが高かったり、余計な教科の勉強をする必要が出たりと、無駄が出てきてしまう。科目数とボーダーの関係はちゃんと見ておかないと失敗するので気をつけよう。